はい、どうも、飲食ハンター竹本明です。とある地方都市のね、外れの田園地帯に来ているんですけども、今日はですねこちらで狩猟のハントの見学をさせていただけるということでやってまいりました。今回、ハントをガイドしてくださるのはこちらのスナイパーが座っとるどうも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 、ハンターのムートさん。はい、ログの10と書いてムートという名前で X ですね、はい、でやらせてもらってます。よろしくお願いします。ハトだったりヒヨドリだったり、あとはカモだったり、そういったものをメインでエアライフルですね、でやっております。エアライフルですね。そうですね。なるほど。今日はこの場所でヒヨドリとハトをまずは狙っていけたら、ハトといってもキジバトですね。キジバト、はい、を狙っていけたらいいなと考えております。ヒヨドリとあとハトか。そうですね。キジバト、デーデーポーポーっていうやつですね。デー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 っていうやつですね。ポッポーってやつですね。田舎特有の謎の鳴き声の。でこの2つは狩猟鳥獣ということですね。そうです。狩猟鳥取っていいやつですね。はいはいはい。はい、皆さんどういった理由でこれらはハントされてる？まあ一番大きな理由としてはやっぱり食べると美味しいからというところが多いのと、最高です。僕ちょっとね先日非常に美味しくない鳥をですねいただきましてなのでちょっと美味しい鳥って聞くだけですごい嬉しい気分になってくるんですけど、キジバトに関しては場所によってはベランダに巣を作っちゃうだったり、あとは糞害があったりっていうのはあるんですけども、手の言い方をすれば防除という考えもありますが、私のメインとしては取って食べたい、釣りと似たような感覚になります。美味しいということですね。そうです、美味しいです。はいはい。例によってね、私は狩猟免許を持っていませんので、ハントしたものをですね、横取りするトンビみたいな役回りで、かっさらあるっていう感じですね。かっさらある。当たったっつってかっさらっていけたらと、いや恐縮なんですけど、本当まだぜひ。いやいや、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい。でこちらが、ムートさんのエアライフル。そうですね。今はこのブロコックっていうメーカー、イギリスの銃ですね。イギリスの銃なんだ。を使っております。サイレンサーまでついちゃってかっこいいですね。これね、サイレンサーではないんですよ。サイレンサーじゃないんですか？サイレンサーは法律上日本では禁止をされていて、そうなんだ。そうなんです。サイレンサーを海外から勝手に入手つけたりとかなると違法になるんですけど、これはサイレンサーというパーツではなくてロングシュラウドっていうパーツになるんですね。はいはい。超簡単に言うと空気を整える整流器の役割をしているものです。若干ですが命中精度が上がるという話ですね。うん、で、今ここにこうやって銃を構えているということは、待ち伏せる。そうです。かっこよく言うとアンブッシュなんて言うんですけどアンブッシュって言うんですかこういったところに待ち伏せて、周りから見えにくいような色の服を着て、飛来してくるハトヒヨドリを撃つ形になります。ハトヒヨドリは止まっていれば大丈夫なんですけど、やっぱり歩っていくとすぐ逃げてしまうんですよね。そこの警戒心が非常に強い鳥なので、待ち伏せを伝えるという形を取ります。はい。鉄塔があるんですけど、当てたらまずいですよね。まずいですね。もちろんエアライフルの弾ぐらいじゃどうにもなりはしないんですけども、やっぱりその公共のものではあるので、鉄塔裏の木には打てない。打てないですね。あんな感じで止まる。なるほど。今のはキジバトですね。今のはキジバトですね。はいはい。あんな感じで来て、我々が多分今座ってたらあそこにちょこんって構えるんですよ。自分一人でガチるときはもうここで完全に動かないですね。あそこに止まってるやつは今キョロキョロしてるんでこっちを警戒してるんですけど、打つ感じじゃないのかな、どうなのかな。今あそこにこの鉄塔の向こうにいる1羽はあれは打てないけど、あれがそのおとりというか、あれがいるおかげで警戒心が薄れる。ああいうのが1羽止まってるとやっぱりあそこ安全だなっつって降りてくる率は高くなります。なるほど。うまいこと鉄塔の裏に隠れたから私にも撃たれない。はい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 。賢いやつ。ダメだな、止まんなかったか。なかなか飛んではくるけど止まりはしないんですね。でもなんとなく群れが回ってきたタイミングだと思うので、そうですね、あっちに止まると思います。あ、3羽ね。あっちの方が当たった。今のはいった。落ちましたね。落ちた。さすがっす。ありました。あ、だいぶ滑空したんですね。しましたね。よいしょ。おお、キジバトだ。ありがとうございます。これがキジバトです。毛の量がすごく多いですよね。確かに結構当たってもこういうところを撫でただけだったりっていうのがあるんで、羽すごい散るけど逃げていくみたいなこともあるみたいですね。どうぞ。ありがとうございます。いやクリーンキルじゃなかったからちょっとかわいそうなことをしちゃったんですけど、でもまあそうですね、即死近かったと思います。いやー、本当に羽が綺麗だな。キジバトのキジってキジから来てるのかな。まあ、キジほどとは言わないですけど、やっぱこのオレンジ色のね、差し色とか美しいですよね。これラストチャンスにします。一応来たけど。枝の一番密集してるところとかにちゃった。よし。完璧すぎるショットでしたね、今。今のは良かったですね。よし、いただき。今のは多分苦しまずに。そしてもう完全に真下に落下しましたね。はい、ということでムトさんがなんと2羽の出鉄砲をキジバトを取ってくださいました。でこれをね、なのでちょっと料理させていただきたいなと思うんですけど、はい、キジバトを調理するのは僕初めてなんですよ。で、まあ美味しいという話はまあ聞きますし、はい、はい、食べたこと自体もあるんですけど、はい、フレンチでハト食べるじゃないですか、ピジョン。まあ美味しいかなぐらいな感じはあったんですね。はい、でもやっぱり普段狩られてる人からするともっと美味しい食べ方多分あると思うんで、ぜひお伺いしたいんですけど、何かおすすめの食べ方ありますか？おすすめはこれこそうちの猟友会のボスが教えてくれたんですけど、半分に切っちゃう、はい、でそのまま半身揚げですね。丸ごと。北海道でいうそうですね、はい、この足の部分をこう持ってこうカッカッそういう感じですね。マジですか？でボリボリいけます。ボリボリいいですね。ワイルドで美味しそうですね。めちゃめちゃ美味しいです。おかえりさん、ありがとうございます。はい、美味しく食べてください。調理して美味しく食べたいと思います。はい、それではですね、キジバトを解体していきたいと思います。まあ、解体にあたってまず必要なのは羽をむしる。これまあ最近取り合ってるんでね、ずっとそうなんですけど、でキジバトのね羽は結構むしりやすいみたいな話を聞いたんですけど、ちょっとやってみるよ。お、確かにこれは楽ちんだ。なるほど、もうこの時点でハトが食材として優れているということがですね、なんとなく分かっちゃう。でこのキジバトはですね、まあ、皆さんが一般的にハトと想像するときに、このキジバトを想像する人はそんなにいないかもしれない。都心を飛び回ってて、まあ、巻いてる人がいると寄ってくる、あいつらはですね、ドバトというハトなんです。全然違うハトなんですね。こんな感じでむしるの非常に簡単なので、むしって解体して、次のシーンに行きたいなというふうに思います。はい、ということで、ハトのですね、調理前の下処理を完了いたしました。ですね、まあ、ご覧の通り、真っ二つに切られています。縦にスパーンって。で、これはですね、ハンターのムトさんが教えてくださいました通り、ハトをですね、半身揚げにしたいなと思います。あと、砂肝と、肝臓と心臓です。これもまあ、一緒にカリッと揚げちゃえばいいか。ジップロックに、甘いお醤油。それから、生姜とニンニク。で、ハトなんですけど、さばいたハトの身、ちょっと匂い嗅いでみるんですが、正直全然臭くないですね。普通のさ、家畜の鶏肉もさ、結構、よく嗅ぐと、まあ、いい匂いじゃないじゃないですか。臭いじゃないですか、ぶっちゃけて言うと。だから、まあ、それと比べると、なんかまた別種の匂いって感じで、鶏より臭いとかそういうことはないように思いますね。で、砂肝と肝臓と心臓も入れます。あ、そういえばね、砂肝の中すごかった。めっちゃそのままの米がみっちり入ってて、まあ多分この時期に普通の生米がいっぱいあるっていうのはないので、農業用に取っといたやつを盗まれたか、あるいは鶏とか牛の飼料をまあ盗んで食べたか。実際ですね、キジバト、この出鉄砲ことキジバトはですね、かなり深刻なですね、農業上の害鳥ではあるんですよ。そういうな農業上の、農業の邪魔しちゃうね、生き物たち、害虫とかさ、雑草とかの図鑑があるんだけど、その中に、ちゃんとね、キジバト載ってるんですよね。なんだっけ、豆の病害虫っていう図鑑かな。防除ハンドブックっていうシリーズがあるんで、それの豆の病害虫の中に、ハトって載ってて、そうだからまあ、ハトが豆鉄砲みたいなこと言うけど、ハト豆好きなんですよね。なので、まあ、駆除とまではいかないけど、追い払いみたいなことは結構行われてますね。じゃあ、これを、少し寝かせて、味を染み込ませて、カリッと揚げます。はい、というわけでですね、汁につけて、下味をつけたハトのですね、肉を揚げていきたいと思います。ハトは英語でピジョンでしたっけ、フライドピジョンということになるわけですかね。で、まあある程度こういけるなら骨ごとバキッといきたいし、低温でじっくり揚げるっていうスタイルの方がいいかもしれないな。この時点でなんかジビエっぽさとかジビエ臭さとかそういうのはないですね、全然。でこれで、1個ずつ揚げていきたいと思います。よし、揚がりました。うまそう、めっちゃうまそう。こんなもんうまいに決まっとるやろって感じの見た目ですね。それでは完成しました。こちらのフライドピジョンですね。早速ね食べていきたいと思うんですけども、まあもうこれかぶりつくしかないよね。じゃあいただきます。うまい。普通の鶏よりも味が濃いんですよ、すごく。こういう色合いと味の濃さっていうと結構レバー風味を連想される方いると思うんですけど、レバーともまたちょっと違う。このささみが結構立派なので、ささみだけちょっと食べてみよう。ささみはねやっぱささみなんだけど、いい意味で血の味があるというか、レバーっぽいのとはまたちょっと違った酸味とコク、そんでうまみが乗ってる感じ。うまっ。骨ごといけるかなって思ったけど、そこまで骨柔らかくはないです、正直。その分中がしっかりジューシーに揚がってて、でもなんだろう、この肉なんだ、普通の鶏肉と比べるとはるかに味が濃いので鶏じゃない感がある。牛とかさ、あと羊とかそっち系の肉の風味もある。皮にいい感じの野生味がある。このうまさやっぱ米食ってるからなんだろうな。手羽の部分も皮が結構しっかりしてるので揚げると手羽の部分ちょっと食べづらいかも。これ煮た方がいいな。でこれお酒をね合わせたいと思うんですけど、このお酒は金だ。じゃじゃん、ゴールデンマイスター無濾過。なぜこれにしたかというとハトがいるからです。はい、ハトなのかな、これ違うかも。いただきます。うまいじゃあこの砂肝かレバーが衣ついてるんで分かんないですけど、いただきます。砂肝でした。鶏の砂肝よりもはるかにしっかりしている。しっかりしてるけど噛み切れないってんじゃなくて、すごいジャキジャキ感がすごい感じ。これは心臓だろ、レバーだったうまいね、レバーうまい。で心臓は、あ、これ心臓だな、これは絶対心臓でしょ。これこれしてる。もう一回いくか。うまーい。鶏だとさやっぱ胸より桃の方がうまいじゃない。野鳥だと胸がうまい、味が濃いから。やっぱり胸の美味しさっていうのはこの血が回ってるかどうかっていうの一つあるんじゃないかって気がしますね。翼を動かすからね、翼を動かすための部位だから。ハトうまいな。まあこうやってねハトがうまい、このハトが美味しいのも畑の米とか豆とか食べたり畜産用の餌を食べてるからっていうのは当然あるだろうし、可愛らしい鳥だけどやっぱり農業被害でかいんだろうなっていうのを思わされました。駆除として行われる必要があるかっていうと、まあ、それもちょっと難しい話なんですけど、ただ局地的に非常に大きい被害を受ける農家さんっていうのもいるでしょうから、こういうまあ趣味の量が駆除につながると、個体数の調整として非常に役に立つというのが狩猟という行為のまあ一つの意義だというふうに思いますので、ハトとかカモとかそういった鳥たちについては、まあ、狩猟のね意義を一番理解しやすい鳥というふうに言えるかもしれませんね。何してもハトかなり美味しい鳥だなって思った。自分が鉄砲持てたらハト結構撃つだろうなって思った。いや本当に武藤さんありがとうございます。まあ、そんな感じでね、まあ、皆さんのよく知るでポッポーってやつをね美味しく食べるところをこう見せてきてよかったなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。